久保さんやらないっすね。やらないっすね。当 <laughs> 分やらないです,、ねまあ、すね。多分5年ぐらいは無理ですね。まあ5年後もちょっとウイルス、まあ、世間的にね、僕はまあ世間的にもう一応そこは気にします。だって合宿に参加してコロナにかかりましたっていうのはう万が一一人でも出たら嫌ですもん。嫌。だって主催主でしょ絶対嫌ですよ、そこは。そこのリスクは1ミリたりとも取りたくないので、 集まるっていいうことは僕やんないですねだからもうコロナっていうウイルスが世間からもう一切聞かなくなって一切ニュースに出なくなってもうコロナって昔あったよねみたいになったらやってもいいですけどそこまでは僕リアルで集まるセミナーとか、まあ、僕の、ね、セミナーもやらないって決めてるんでやらないですね、まあ、この動画から何が言いたいのかっていうと、まあ、チャンスはねチャンスは二度来ることはないよってことです まあ、二度来るときもあります。三度来るときもあります。でも、チャンスは一度しか来ないこともありますと。二度目は分かんないよっていう話ですね。でも、そのチャンスの、たった一つのチャンスをつかんだ人も結局やってないので、別にチャンスはいらないんじゃないかなと思いますけどね <laughs>。もうね、億万長者合宿って言え多分もうやんないんで、当分やんないでしょ。 うん、僕,僕はやる気がないのであの、コロナがなくならない限り。だからもう本当になくなってなおかつですよ。なおかつ昔コロナってあったよねぐらいの風潮になったらやります。そんなのなんか数年前まであだこだやってたね、みたいな。そこまでなんないとリアルは僕やんないですね、集まりは。うん、そう、1%パ、0.01%でも可能性がある。だったらやんないです、そこは。だって別にやる必要性がないので。 なんかそのリアルセミナーやらないと僕飯食えないんだったらやらないといけないんですけど別に今もう2年以上リアルセミナーやんなくてもなんとかやってるのでもうあ逆にこれ学んだんですけど別にリアルやんなくてもええやんみたいなね <laughs> 昔はねリアルセミナーが主軸でリアルセミナーやって映像コンテンツ作ってそれを売るっていうのを主軸でずっとやってたんですけどコロナが出てからもう2年以上リアル一切やってないんですけどまあ普通逆に売り上げ上がってんじゃないかなっていう。 だそのコストがかかんないんで。結局、その移動コストだったりとか、結局コストすごくかかるので100、100%利益取れないんですよね。億万長者合宿やったとしても、結局宿泊費とかもかかるし、コストかかるんですよ。経費かかるんで。でも、ここでやっとけば経費かかんないんで、まあ、ぶっちゃけ一応儲かるんで <laughs>、やんないですね <laughs>。うん、手間かかるし。まあ、気が向いたらというか、まあ、世の中の、えー、情勢が整って、 なおかつ気が向いたらまあ、僕久保さんも僕もその時瞬間ね5年後6年後7年後コロナがそうなってお互いに気が向いたらやりますでも気が向くかどうかわからないですねまあこのやり取りはやりますんでねはいってらっしゃい